ネオさんの口説き文句なんだろう、俺のためにペン幅に立ってくれるじゃないですか、ね、でも今日あれっすね、あの50のボール体で当ててキープしてからパスするみたいなので、その最初上に高くボール上げてそれをトラップしてパスだったんだけど、もうちょっとリアリティつけたいなと思ってフィジカルコンタクトさせたいなみたいな、でも選手に怪我させたくないなと思って、もう俺がやろうと思って、で俺が落下地点入ってるからそれを選手に体でずらさせてみたいなやつやって、そしたらこれいいのが一人一人にやらせるじゃん、そうするとあの一人一人のボディコンタクトの癖が分かって、あこの選手だから強いんだとか、あこの選手だから体でかいのにあんまずらせないんだみたいなのが分かったのは一つね、あの発見でしたね。なんかあのやっぱボディコンタクト強い選手って重心低く体当てれるね、あとこの腰の仙骨みたいなこうガンってこうここでちゃんと重心低く相手をこうずらす体のなんかこうだるま落とし的なさ当て方できるっていう、そうじゃないですよ、やっぱ肩からだけ当たっちゃうと上だと結構キープできるんだよ、下でドンってやられるとずれざるを得ないみたいな、マナトとかすごい上手かったっすね今日やって、あだからマナト小さくても結構その競り合い勝つ時とか負けない時多いんだみたいな、でジョージが気使ったよ、ジョージ気使うなっつったらジョージやっぱ半端なかったね顔に手入れなかったこっから下だったら何してもいいからって言ったの、相撲も重心低い方がぶつかり勝ちますよね。あのあれあのチリのさディフェンスのさ、まあ、ボランチもやるメデルとかは小さいけどセンターバックでね、あれいいの分かるよね。さあ皆さんはどんなサッカー界のニュースに注目してましたか。そうジョージは海外選手に例えると誰ですか。なんかシュアボのハーランドになってほしいと思ってましたけど、なんかチャットにシュアボのドログバみたいなの書いてる人がいて、コメントかな、あ確かにドログバっぽいなと思いましたね。賢くて献身性あってみたいな。ジョージ足も速いと思うね、うん、一緒に走ってないから分かんないけどね。シャーブも本当だったらもっとプロ契約選手どんどん増やしていきたいですからね。別にプロ契約しなくてもね、なんか最近だとあの回収とかかケイとかやってくれただろうけどな、やっぱりいい選手には出していった方がいいし、それが次のいい選手を呼ぶしね。入団した時に比べてシュアボの選手身体能力上がってますね。それは今日フィジカルトレーナー一つも話したけど、でも本当に強いチーム、それこそ関東リーグのチームとかはもう僕らよりも全然分厚いし、オバみたいな体の人がいっぱいいますね。だから全然足りない、そういう点で言うとオバとかトラとかケイみたいな、ああいう胸板だったりももの太さがあるのがベースになってくる。そうシュアボドキュメンタリーで ね日本とガーナのハーフのフォワードがセレクション参加みたいな回で、すごい伸びてて嬉しいっすね、その再生数も。最近シュアボドキュメントの同サイド圧縮ハマった時一番興奮しました。ああ試合の中でか、ありがとうございます。であれだね、あの難しいシュートのことさ、最近バスケの戦術のチャンネルとかちょっと調べてみるんだけどさ、バスケってタフショットって言うでしょ、あれいいよね、この状況ならタフショットになるからっていう、あのタフショットってワードいいなと思って使おうと思いましたね。楽なシュートってイージーショットっていうのはなんていうの、タフの逆って何、イージーショット、ああイージーショットで合ってたんだ。そうで今のあれですよね、あのサッカー界のフォワードはいかにタフショットシュートにいかにタフショットを決めれるかとか、タフショットから逃げないかみたいな。でもオシメンとかハーランドとかトニーとかさ、みんなタフショットを打てる選手じゃん。今回あのジョージをね、あもうプロ契約で取るよって言ったのもタクショットのところですからね。楽ショットいいね確かにイージーショットよりもなんかタクショットか楽ショットか、ポジショナルかノリショナルかみたいな、楽ショットにするのが大事なんだけどね。ジョージはまだ入団決まってないんで、決まってからですね。またいや今日シュアーボの練習試合でシュアーボのゴールキーパーの高野くんに、今日マンチェスターダービーだねみたいな話したら、いや緊張しますねって言ってて、そっちでっていう、今から自分が出る試合の方じゃなくてマンチェスターダービーの方が緊張するんだっていうのがありましたけど、ね、あすいません先に言うように高野君マンチェスターシティ大好きなんで、っていうかうちマンチェスターシティ好き多いんだ。ただまだ発表できないですけど、まあ新入団になりそうな選手は LINE のアイコンがラッシュフォードっていう選手がいますね。はい
ユナイテッド好きもいるんですか。あと前は浦和好きが多かったっすよね。ドレシェビッチ誰か似てるな。誰だこれ。誰かっぽいけど誰だ。ソクラティスっぽくもあるけど髪型とか髪質的に。あー、コバチッチだ。そうだわ、確かに。そう、この間さ、シュアーボでさ、このロングボールの差し高めるのにカバーっていううちのセンターバックと話してたっていうか映像見せてたんですけど、あのボヌッチってね、ロング蹴るために整体で運ばないのよ。整体ってさ、相手にへそ向けて蹴れるとこ置くんだけど、ロング蹴りにくいんですよ整体って。ボールに対して横に入んないから。ロング蹴るのって側体にしなきゃいけないから。だからボヌッチは寄せられてもいいから側体で運んでそのまま蹴れるようにしてるんですよね。整体で運ぶとロング蹴るときに横にずらさなきゃいけないから、その分遅れて相手寄せすぎてとかなるんだけど、蹴りにくいとかみたいな。ガチめの話もしつつ後半始まります。いやー、ここ最近だとボヌッチかな。森田良かったっすけどね。ムドリク10番いいね。チェルシーのネイマールになれる。ムドリク10番ってもう商品としてすごいいいじゃん。これはヨーロッパ選手で例えると真ん中使ってる時はメルデンスのイメージでしたけど、でもまああれですかね、フランス代表と似た感じのシステムにして、いや、与えてる役割はエンバペですからね。ムラがやりやすいようにっていう、ムラとオバが得点取れる形っていうのを作ってるから、まあエンバペですかね。この間の奇跡の活躍してくれたところで言うと、うちのメッシエンバペですよ。ね、ムラハットトリック素晴らしかったですね。うん、まあ村にも言ってるけどね、もう来季からですから、村とかマサの勝負の勝負というか、うん、本当に力が必要になるのはやっぱ相手がね、2部とか1部とか強くなった時もチームに落ち着きをね、いやこのぐらい全然レベル高くないぞっていう、そうやっぱ浮き足立つ選手は多いからね。なった時に村とかマサはもっと走れるようになってもらった方がいいから、うん、今でも十分すごいんだけどね。今でもうちの選手の中ではもうズバ抜けたクオリティ持ってる2人なんだけど、ここでね、村すごいね、マサすごいねって俺が言っちゃうと、まあ、みんなもそうになっちゃうから、村とマサにはもっともっとって感じでみんなが求めてくれると嬉しいですね。で、まあ中盤に使ったらカンテかなって思いますけどね。センターバックならリサンドロ・マルティネスかな。でもこういうふうに言うとさ、なんかこう、まあ、レンはそんなことないけど、やっぱ選手たちの人気出てほしいし、こういう質問にも答えるじゃん。だから今のシュアボン選手はそんなことないけど、選手を持ち上げまくる監督みたいに思われるのも嫌なんですよ。なんかこういうチャンネルだから分かりやすく特徴のね、長所の部分を重ね合わせて喋ってるけど、実際はね、別にすごい強豪校でやってたとかそういうわけじゃないからね。だからその辺なんかその温度感はちゃんと伝わった上で、選手のキャラクター分かってほしいから言ってるっていうの分かってほしいですけどね。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。